メッツの大富豪オーナーとして知られる公園オーナーが、今オフの FA の目玉になっているヤンキースの不安外外野手、26、獲得へ、直接交渉に挑むと7日、日本時間8日、ニューヨーク・ポスト・電子版が報じた。同サイトでは、今オフのチームの最優先事項とあって、メッツの公園オーナーは、来週、ソトとボラス代理人に会うために南カリフォルニアに行く予定だ。 と記された近年は潤沢な資金力を武器に、大物選手へ次々にアタックしているメッツ。サクオフも山本義信投手、26の獲得に乗り出し、口説くために来日して食事を共にし、コネティカット州のオーナーの自宅に招いたこともあったと報じられた。外は今オフの FA で目玉、メッツは今オフ、主砲のアロンソ。 外野手のベーダーらが FA となるため、去就が不透明で、中心打者の外は何が何でも欲しい選手だ。外をめぐってはヤンキース、ドジャース、ジャイアンツ、ブルージェイズ、レイズなどが獲得に動いているとさ。